はい、こんにちは。温帯低気圧のお話を、続けます。まあ、前回ね、この偏西風の流れと、それから中緯度のね、温帯低気圧がやってくるという、まあ、お話をしました。温帯低気圧っていうのは、この地球の大気大循環の中のね、中緯度における、まあ、エネルギーの北への、ね、輸送の、まあ、重要な担い手であるということだったわけです。はい。で、まあ、前回っていうかね、まあ、お話ししたように、まあ、なんでこんな話をしているかというと、まあ、温帯低気圧っていうのはね、次々に発生しては、まあ、去っていくということで、まあ、この2021年の1月から5月までの、まあ、発生した温帯低気圧のね、一つ一つの経路を、辿ったというわけです。で、この気象協会のホームページにある天気図を使ってるんですけども、まあ、3時間ごとの、まあ、天気図がね、公開されていますので、3時間ごとにこの場所を、まあ、黄色の点で示しているわけです。で、3月2日の例なんですけども、3時のね、まあ、天気図が示されているので、まあ、その過去のものはね、西側にありますけども、前日の21時、18時、15時、12時というふうに遡る。それから今度東側の方は6時、9時、12時というふうにだんだんこう、場所を移動していくということです。で、こういったことをね、一つずつ、まあ、やっていったということですね。はい。で、まあ、2021年2月22日の例ですけども、まあ、これは、まあ、15時の天気図ですけども、まあ、日本海の真ん中で発生した低気圧がね、東北日本を過ぎて、北海道のね、東側を北上していくというパターンを取りました。で、この低気圧の、まあ、西側に寒冷前線、東側に温暖前線を伴っています。はい。で、この低気圧の変化ですけども、まあ、この左の図は、発生した時の絵です。それから、右の図は、まあ、最後にね、日本から離れたから、東の太平洋上に去った時の絵ですけども、この、ね、低気圧の場所にあった場所はですね、この最後の段階になりますと、この寒冷前線や温暖前線の、まあ、ぶつかるところから、かなりね、西側にずれたところに取り残されるような形になっているというわけです。で、これは、まあ、この温帯低気圧のね、発達モデル、まあ、シャピロとケイサーのモデルに、まあ、対応しているので、一つね、まあ、こういう確認ができたというわけです。で、今の、低気圧ですけども、22日のね、気圧配置を見ていただきますと、この寒冷前線の裏側は、等圧線が縦にね、並んでいるということで、天気図を見ると、まあ、西高東低ということで、低気圧のね、通過した後、寒気もね、やってきて、日本は冬型の、まあ、天気になるというわけです。で、まあ、同じような気圧配置の時のね、まあ、雲の動きを、まあ、気象衛星の画像で示したものです。これは2010年1月14日なんですけども、このね、寒冷前線に伴って吹き出した、空気がね、はるかね、太平洋の沖までね、押し出している様子がよくわかります。このようにね、まあ、温帯低気圧が通過すると、北から冷たい空気が、まあ、下ってくるという、まあ、そういう、まあ、例なんですね。はい。それから逆にですね、暖かい空気をね、北へね、押し上げるという働きもあるんですけども、これは2021年の2月4日の9時のね、天気図なんですけども、まあ、気象協会のね、ホームページに、まあ、掲載されていて、ちょうどね、まあ、日本海に温帯低気圧がやってきて、このね、温暖前線に向かって南から暖かい空気が入り込むということで、春一番の予想が出されたというわけです。というわけでね、この温帯低気圧ね、まあ、北側を通るときはね、南側に通過前ですけども、暖かい空気が、やってきてね、気温が急上昇したり、強い風が吹いたりするというわけです。これをね、春一番と呼んでいます。はい。
でさらにですね、4月ぐらいになると、まあ、だいぶね、気温も上がってきて春らしくなってくるんですけども、この日はですね、この日本列島のはるか南に、まあ、この低気圧があるんですけども、これはまあ熱帯低気圧がねあってですね、それがまあ前線と結びついて、まあ、温帯低気圧になるわけです。で日本のはるか東ですけども北上しながら、急激に発達していって、アリューシャンのね、方まで行くと、まあ、非常に気圧が下がり、低気圧のね、中心と、それからちょっと離れたところに、このね、低気圧を巻き込んだように、まあ、前線ができているというような状況になっています。はい。で、この時の経路はこんな風になっていて、形成されたのがすでにね、まあ、日本のはるか南東なんですけども、北上しながら発達していったというわけです。ですから、まあ、この温帯低気圧がね、北に向かって、まあ、エネルギーをね、まあ、運ぶ様子も、まあ、わかるのではないかと思います。はい。で、こちらはね、まあ、アニメにしてみたんですけども、まあ、この、どんな感じでね、低気圧が発達するか、はい、見ていきますと、これね、寒冷前線の方が動きが早いので、次第に追いつくんですね。で、この低気圧がね、取り残されたような状況になるというわけです。さて、こういうね、まあ典型的な温帯低気圧を探すと、一つのシーズンにね、まあ数個という感じで、まあ実際にはね、いろんな、まあ複数現れたりね、あるので、まあ、やってみるとね、まあこの温帯低気圧のね、まあ実態というのがよく分かってくるというわけです。で、5月以降なんですけども、日本列島の南にね、この停滞前線が長く伸びます。これはもう揚子江のあたりから、はるかね、太平洋の沖までつながってるんですけども、寒気と暖かいね、気団がここで、まあ、ぶつかって、いるというわけです。で、低気圧できるんですけども、この前線上にね、位置していて、まあ、徐々に、東側に、まあ、移動していくんですけども、先ほどのようなね、寒冷前線と温暖前線がそれぞれ1本ずつというような状況にはならないんですね。で、まあ、梅雨の始まりは、まあ、この南岸にね、前線が停滞するんですけども、だんだんね、この太平洋高気圧が勢力を強めていくと、日本列島を横断するようになり、さらにね、日本海に入る頃になると、いよいよ梅雨明けが近いというような、状況になるというわけです。なので、まあ、梅雨前線ができる頃になると、まあ、温帯低気圧の特徴はね、見られなくなります。で、さらに梅雨が明けた時の気圧配置はこんな感じで、日本列島のかなり広い範囲がね、太平洋高気圧に、すっぽり覆われるというわけです。梅雨前線はもはやね、弱まって消滅した状態に、なっています。で、7月の23日の場合はね、台風が沖縄の方にできているというような状態なんですね。で、この状態というのは、まあ言ってみれば、まあ、日本列島が、まあ、ハドレー循環の、ね、北の端に位置するように、なったというわけです。ですから、この赤道でね、上昇した気流が、北上していって、この日本列島のあたりで、まあ、下降気流を作る。そのためにここが高気圧の、圏内に入るというわけです。はい。で、そういう状態になると大気は安定するんですけども、まあ上空は下降気流ですね。ところが、まあこの夏はね、強い日射によって、まあ、地面が温められて、まあ、気温もね、30から35度という非常に暑くなるんですね。なので、この地上付近からね、上昇流が、まあ、発生してですね、で、この晴れた夏空に積雲が、まあ、黙々と現れるというわけです。で、これ2つね、例を示してるんですけども、この上昇気流による積雲っていうのは、まあ、高度2000メートルぐらいのところで、まあ、止まるんですね。なぜかというと、それより上空には先ほどのハドレー循環のね、下降流の、領域になっているので、日射によって温められた空気がね、あまり高いところまで上昇することができない
というわけです。だから、まあ、この積雲が発生したり消滅したりを繰り返すというので、まあ、このような雲のことを晴天積雲と、まあ、言うわけです、こうなるとね、まさに、まあ、夏空ということなんですけども、まあ、温帯低気圧とは全く、まあ、縁のない、ね、いい天気が続くというわけです。はい、まあ、ということで、まあじゃあ温帯低気圧はということですけども、まあ、やはり、まあ、この秋から冬にかけてね、この前線を伴った低気圧が来るんですけども、まあ、天気の移り変わりという観点から言うと、この真ん中の図ではね、この温帯低気圧の断面を見てるわけですけども、まずね、近づいてくると左側の上の写真のようにね、よく晴れているんですけども上空にね、まあ、薄い雲がこう現れるというわけです。で、低気圧が近づいてくるとこの雲がだんだん厚くなって、まあ、うっすら前面にね、かすんだような雲ができてきて、まあ、太陽の光は透けて見えるんですけども、まあ、薄雲がかかった状態です。でさらにね、この低気圧がやってくるとだんだん雲が厚くなり、それから、雲の高度も下がってきて、この灰色のね空になるわけです。で遠くはねまだ見えているんですけども、まあ、上空に一面の雲になります。そしていよいよね、低気圧の、まあ、コアの部分というかね、中心付近の厚い雨雲がやってくると空は灰色になって、まあ、雨が降り出します。これは右の、上の写真ですね。はい。でしばらく雨が降って、でその後、まあ、寒冷前線がやってくるんですけども、この寒冷前線のところではね、強い上昇気流が発生するので、この積乱雲の絵が描いてありますけども、急に雨が強くなったり、まあ、風が強く吹いたりというようなことが、まあ、起こります。はい。でそれで、まあ、しばらくするとそれが過ぎ去ってですね、まあ、天気は回復に向かうんですけども、まあ、雲が切れて、この右の真ん中の写真のように、まあ、青空が見えるようになるけども、まあ、低いところにね、雲の塊があちこちにね浮かんでるような状態になります。で最後にこの雲がさらに消えていくんですけども、このね渦を巻いたような雲の塊が取り残されたように残ることがあってね、こういった雲が、まあ、現れると、まあ、低気圧の置き土産みたいなね、感じで、まあ、割とね晴れた空に面白い形の雲が残るというわけです。まあ、こんな感じでね、まあ、この空の雲がね、この低気圧とともにどう変わるかということを、まあ、見るとね、まあ、面白いかなと思います。はい。で温帯低気圧の、まあ、この一つずつをね辿ってみたんですけども、分かったことをねちょっとこれで今日すると、まあこの10月頃からね翌年の5月頃までちょうど秋雨前線から次の年のね梅雨前線の現れるくらいまで3日に1度ぐらいかな温帯低気圧がやってきます。でこの南のね温暖な大気と北の寒冷な大気がね、まあ、接するところで温帯低気圧というのは発達するというわけです。これは気象学でいうところの、まあ、低圧大気、ね、と呼ばれている状態になると、まあ、その不安定性として低気圧ができるというわけです。でこの温帯低気圧のね辿ったコースを図に表してみたんですけども、ほとんどというかもうね、全て西から東へ移動するということで、この偏西風帯の現象であるということが、まあ、よくわかりました。そしてその発生はだいたい 2,3 日で消滅になるということで、まあ、寿命というのは、まあ、2,3 日の寿命で、まあ、できては消えていくというような感じです。で冬の温帯低気圧はね、まあ、西高東低の気圧配置で、まあ、冬型になってね、大陸から冷たい空気が流れ出してきて日本海側に大雪が降ったりするというわけです。で春にね、この日本海側を温帯低気圧を通ると南の暖かい、ね、空気をもたらしてですね、で気温が急に上がったり、風が強くなったりと
ということが起こって、そういったね、天気が出現する日を、まあ、春一番が吹いたというような言い方をするということです。はい。まあ、ということでね、まあ、日本の四季というのを、まあ、こう、振り返るという意味でもね、この温帯低気圧のね、実態を調べてみて、まあ、なるほどと思うことが、まあ、たくさん見つかったということです。はい。今日はね、まあ、温帯低気圧について、お話をしました。